はい、こんにちは、船さんです。はい、今のね、日本経済がもっともっと良くなるためには、デフレ脱却が必要です。ライフイエレフライ肉やこまげんレフライムービッタゲンレフライ肉やこまげんレフライエイ、まず最初の一歩を踏み出せ。それ最初の一歩が肝心だ。肉消牛必殺、今から必ず前へ進めるさ。アゲン、最初の一歩を踏み出せ。それ最初の一歩が肝心だ。肉消牛必殺、今から必ず答え見つけるさ。はい。で、このね、デフレ脱却をするためには、このね、世の中の国民の所得がね、安定していかないといけないし、上がっていかないといけない。ね、でないとですね、このデフレって何なのかって言ったら、ね、物の商品のね、値段がどん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 下がっていくってことなんで、だから結局はね、回り回って給料が下がっていくよという話ですよね。はい。だからね、このデフレって、なんかいろんな考え方、全方向から見ても、メリットなんて全くないんですよね。はい。っていうお話なんですけれども、じゃあこのね、デフレ経済、もっと言ったら不景気ってなんで起こっているのかっていうと、お金の流れが良くないんですよ。よくね、例えられるんが、体の中に、巡ってる血液ありますよね。これ血液とお金って、よく似ているって言われてて、でそのね、循環が悪くなるとどっかがね、絶対おかしくなってきますよね。体もそれと一緒だっていうお話なんですね。分かりやすい例えですよね、これね。で、お金もそうなんですよね。全然ね、流れが悪くなっちゃうと僕らのね、手元にお金が全く届かないわけですよね。で、そのね、お金が届かないんで、もちろんね、買い物ができない、ね、買い渋りが起こるわけですよ。ね、売っている人からすると死活問題になるわけですよね。で、このね、流れをね、よくしようと思って、なんて言ったらいいんでしょうね、景気を良くしようと思って施された考え方というか。ね、こうやったら世の中の経済ってうまく回るんじゃないかって信じられていた一つの考え方として、トリクルダウン理論っていうのがあるんですよね。で、このトリクルダウン理論ってどういうことかって言ったら、よくね、パリピなんかがね、ホストクラブとかでもそうですけど、シャンパンタワーってあるじゃないですか。ね、シャンパンタワーですよ、まさに。一番上の一つのグラスに対してね、シャンパンをダーッとね、注ぎ込んでいきます。で、次から次、シャンパンをダーッてね、一つのグラスにね、注いでいくとですね、その下にどん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 、そのシャンパン自体がね、滴り落ちていきますよ。で、全部のコップが満杯になります。これがトリクルダウン理論ですよね。で、これをね、元に考えると、一番上の層ね、お金持ちの層ですよね。この人を富ますことによってね、この人たちがもうお腹いっぱいだってなって、ザーッとね、外にね、こぼしていく、ね、要するにどん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 使っていくと。で、こうすることによって、その下で、その下、その下、どん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 お金が流れていくんじゃないかっていう、考え方ですよね。これを、本格的に採用したんが、日本でも2000年頃ですよ。はい。もっともっと前からね、そういう考え方っていうのはあったんですよ。もちろんね、レーガンとかサッチャーとかね、中曽根とか、この辺の時代も、そういう話はもちろんね、行われていたんですけれども、それをね、改革していこうよと。改革によってもっともっとそれをね、スピードアップさせていこうよっていうのが、2000年頃、小泉政権、
でそこにね、まあ、入り込んでいた竹中平蔵、まあ、こういった人たちが中心になって、そのトリクルダウンは起こるぞ、トリクルダウンを起こしに行くぞって意気込んだわけですよ。で、今皆さんどうですかね、サラリーマンの年収はですね、頭打ちしたところから今現在50万円も下がっている状態ですよ。はい、これはねもう有意識問題ですよね。はい、全く豊かになってない、うん、生活はしんどくなってるね、460万円台から50万円下がっているということは1割以上下がっているんで、トリクルダウンどころかね、ますます貧しくなっているというのが現状なわけですよ。で、まあ、この辺の話についてはね、分厚い本でね、21世紀の資本論っていうね、トマ・ピケティのね、あの本ね、一躍有名になりましたよね。資本家が、この先ですね、どん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 、富を増やしていくと。労働によってね、得られるその富よりも、資本家がね、資本を投じて富を得ていく方が、はるかに大きいから、どん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 その格差っていうのは広がっていきますよっていう話で。で、これって、まあ、同じことを言っているんですけれども、要するに、トリクルダウン理論もそうですけど、富裕層優遇政策をするってことなんですよ。例えば富裕層に対して減税をする。減税をしたら手元に残るお金がたくさんある。だからこそそのお金を使っていくんじゃなかろうかっていう話なんですよ。でも実際は全部溜め込んじゃったりとかね、まあ言ったら僕らの商品を買うんではなくてね、金融商品にバカすね、そういうね、ことをしてしまったがためにですね、実体経済ね、日本の中のね、まあ、商売ね、あらゆる商売、の元にお金が流れていかなくなった。そりゃ景気良くなるはずないですよね。はい、というね、研究結果ね、トリクルダウンは起こらないよっていう研究結果がロンドンのスクールオブエコノミクスが突き詰めたわけですよ。まあ要するに金持ちをね、いくらね、金持ち、もっともっと金持ちにしても全くもって効果がないってことが実証されたわけですよ。これでもう証明されたわけですよ。ということはこれやっぱりね、間違った方向に先導してしまったわけじゃないですかね。例えばですよね、ドイツのね、ナチスヒトラーも人々をね、間違った方向に先導した結果ですね、ドイツを血の底に追いやったわけですよね。あらぬ方向に国民を先導した結果、その国民が不幸になってしまう。これはね、相当重い罪なわけですよ。で言うと、トリクルダウンはあるんだよって言っていろんなものぶっ壊してね、どん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 お金持ちに、まずは金持ちになってもらいましょう、もっともっと金持ちになってもらいましょうって言って金持ちになって終わりました、下には滴りませんでした、ちゃんちゃん残念では済まないわけですよね。はい、やっぱりこれも永久戦犯なわけですよ。これを推し進めてね、こうすれば絶対に、国民は幸せになるんだなんていうね、まやかしでここまでずるずるやってきた、ね、これは本当に罪深いことなんですよ、ね、小泉さん、竹中さん、投獄されて叱るべきような人たちなんじゃないのかと、ね、改めて思いますね。まあ、この人たちだけじゃないんですけどね、この先邪魔をするなっていうのはもちろんなんですけれども、本当にあわよくば本当にいなくなっていただきたい。はい、怒りもありますからね、こっちはね、どんだけ振り回されとんねんこっちはと、ね、ふざけんのも大概にせえよっていう話なんですよ。嘘でしたよっていうことはどん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 証明されていきますよ、この先もね。だからね、もういい加減ね、こういったバカなね、
なんて言うんでしょうね、桃源郷というか、そんなものはね信じるべきではないですし、早く目を覚ましていただきたいなと多くの国民に対して思います。はい、ということでね、今日の動画がね面白かったなとか思っていただけましたらね、チャンネル登録、あるいはねシェアなんかもよろしくお願いします。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。